熱々のコーヒーまみれ。いけないこと、羊、なんとかしなさん。これで火傷は免れたわね。本当、ごめんなさいね。一緒に来て、私お金持ちだから任せなさい。いや、誕生日っていいわね。願いが叶うといいな。それならお安いご用よ。はい、最初のプレゼント。こんなのいいのに。さあ、執事、見せなさい。その通り、あなた様の等身大ドールでございます。ウリ2つ。何それ、すごいわ。うわー、本当ありがとう。すごいわね、歩いてる。電源入れたからよく見てごらん。私の動き真似してる。気に入ってもらえてよかった。うわー、こんなのって初めてよ。完全コピー。これって超クールじゃない。うん、そうだ、ダンスしましょう。あ、いけない、ついてこれなくなった。やばい、どうしよう、壊れたかも。羊、ドールが暴走してるわ。失礼しました。あっちへポイします。あ、いいのよ、任せておけば。ドールがダメならヨットはいかが。どうかな。お好きなのをお選びなさい。微妙では、こちらのものは。いや、どうかな、私って感じしない。あ、見て、あっち、あれこそ私向き。イエーイ、フラミンゴボート。本当にヨットでなくていいんで。ありがとう、あなた最高。こちらがベッドルームよ。で、これが執事と私のアクセサリー。さて、生まれ変わらせてもらって。もちろんです、おかけください。いや、楽しみだな。そうね、楽しんで。こちらのブレスレットは、それに真珠のネックレス、指輪も少々。っていうか、トイレ行きたい。うわ、すっきりする。にしてもいいトイレね。お金持ちだからか。あれ、トイレットペーパーがない。ならシャワーを。うわ、純金だ。まあ使えるから。あー、空を飛ぶ。お腹空いてきたな。あら、お安いご用よ。羊、タコスなどいかがで。違う。ではお寿司は。さようですか。ではでは、ポークチョップ。確かに重すぎますね。いいね、スパゲッティ、ちょうどその気分。素晴らしい。ではご案内します。お席に着きましたか。まもなくお食事です。うわ、高く飛んでるわ。うわ、イタリアでスパゲッティなんて初めてよ。あら、そう、召し上がって。うん、美味しそう。味も格別かしら。いただきます。これすごいわね、一番美味しいわ。ええ、なかなかのお店でしょ。お友達と過ごす午後はいいわね。お皿も舐めちゃう。いや、美味しかったわ。綺麗なお花もいっぱいね。うん、トマトが新鮮だったわ。お客様、お連れ様ですか。お花大好き。あ、これ摘んじゃダメなやつ、すみません。ああいう行為は禁止です。お帰りいただきます。代わりにこれならどう。いえ、お金で解決は。げっ、ちょっと待って、レストランを買っちゃうの。それなら話が変わりますね。お花摘み放題です。お花似合ってるわよ。おっしゃる通りです、私お花大好き。イエーイ、お買い物の準備はいい。
あ、ちょっと待って、スマホが鳴ってる。どこにしまったのかしら。ふう、お金が邪魔。スマホは？お嬢様、スマホにございます。困りごとって何よ。で、どうするつもり？ええ、全部話して。羊、お買い物の相手頼むわ。何でも買ってあげて。うわ、このお店すごい。綺麗なものばっか。うん、素敵な手触り。ピッカピカ。水晶だ。光が綺麗ね。ああ、食台って憧れてたのよ。鏡のフレームゴージャスね。うわ、恐竜ポップイットだ。初めて見る。気に入った。確かに素敵な手触り。すみません、これください。お金はと。これで足りるわよね。やった、どうも。水晶と上のこれと金もね。そうだ、フレームの鏡、あと食台。こちらが残りです。う、重かった。ケースを開けます。これで足りますでしょうか。いや、お待ちを。彼女、あなたも気に入ってましたね。ねえ、買い物したの見て。まあ、かわいいポップイット、よかったわ。お嬢様、お電話はいかがでしたか。こちら、毛皮のコートです。そうだ、手触りが素敵なの。あら、なかなかの鏡ね。いいわ。あれ、お店の鏡だわね。残りのご所望の品です。は？買ったつもりないけど。あれはクレカの機械ね。あれ、お店の店員さん。はい、そちらにお座りください。僕はなんでここに。お金持ちが払ってくれるとしたら何を買いたいですか。コメント欄で教えてください。動画をお友達に教えて当チャンネルの登録もお願いします。その他の面白い動画もぜひ見てくださいね。